こんにちは。速可塾の福保です。まあ、速可塾ではね、暗号通貨専門のコースもございまして、これが2014年に始まったんですよね、まあ。当時はビットコインなんていう言葉もね、まだ知られてない時だったと思いますけども、あれからもうすぐ10年になりますね。2014年からそうですね、もう10年をもうわずか1年2年で超えることになります、まあ。皆さんもね、この10年弱の間に暗号通貨、ビットコイン、 そういったものにもしかしたら聞き及びで購入したこともあるかもしれませんね。まあデータによると日本人の人口の1%が何らかの形で暗号通貨を購入しているそうなんですよ。1%っていうと、まあ、100万人とかね、130万人とかまあそういうふうな形でございます。これというのも暗号通貨取引所が金融庁の,その認可を受けてできるというところがまあその 人口の、ね、把握になってるわけけですけどももちろん金融庁の管轄外のいわゆるオリジナルのウォレットなどでやり取りされてる方もいると思いますので実はねどのぐらいの方が暗号通貨を保有してるのかはわからないというところもね正確なところなんですよねさあそして2023年暗号通貨一体どのような変化をしていくんでしょうか昨年は本当にだだ下がりの1年でしたそそしてその前は 今度はね、上がっていくような一年でした。年ごとに上がったり下がったりするという傾向もありますけども、2023年は私思うにですね、一旦下がると思います。まだ下がると思います。で下がってですね、そして上げていく流れも来ます。下がればやっぱりね、買う人って出てくるんですよ。うん、あ,あ、安くなったなと。今が仕込み時だみたいな人が出てきます。で、上がっていくんですけども、 今までほどの山は来ない、そんな一年になると思います。ですんで、安値で仕込んだと思っても、売却できるほどの価格上昇はないかなってことこですよね。まあ、つまり一年を通じて、大きくは上がらないけども、どうしようもないぐらい消滅するぐらいの大きな下がりもないと、まあ。若干の値下がりをしながらの横ばいというのが、その実態ではないかなと思います。まあ全体的にはこういうふうな動きになると思いますけども、じゃあ個別銘柄で、これだけは、 買っておきたい。これだけは手放すな、みたいな暗号通貨があるかというと、私はね、体の間はもちろんなんですけども、イーサリアム、これがまさにまた存在感を増してくるんじゃないかなと思います。さすがチャールズ・ホスキンソンさんだなとは思いますけども、その大きな要因の一つが、イーサリアムの莫大にかかっていたガス代、つまりは送金手数料、電気代、こちらの方がですね、昨年大きく改善されて 99.、99.9%の 削減になった、まあ、これによってイーサリアムの強さっていうのが、まあ、一等血を抜くものになったということじゃないかなと思うんですよ。でこの仕組みっていうのは体の間にもしっかりと使われておりますのでこのイーサリアムっていうのとね体の間からあの2本これが台頭してくるんじゃないかなと少なくとも大きく下がることはもう食い止められるこの2つの暗号通貨によって2023年はこの業界の価値はね 踏みとどまることとにななるんかかろうかと思いますね、うん、これはね話すと長くなるんですけどもじゃあこの暗号通貨それぞれの特徴とか改善とかロードマップがどのようになってきたかってことにまあ本当に尽きるわけなんですよ。テクノロジーの競争ですからそのテクノロジーが優れたものが二極化の極みを取り他のものが二足三文になるっていう流れが今年もそうですけども来年からも続くと思います。まあ、その中で イレギュラーのように跳ね上がる無名な通貨もあるかもしれませんけどもでもそれ以上にここにはチャンスがありますよっていう風な偽情報の方が多いですから聞き慣れない通貨にはやっぱり資金の少ない人は手を出さない方がいいかなと思いますまあ前みたいにね暗号通貨が暴騰して利確して、まあ、送り人もしくは大きな利益をゲットしたみたいなことはもうこれ起きませんからね これからはよりドル円とかね、うん、ファンダメンタルに左右されないようなテクニカルが働いてくるような値動きになってくるんではなかろうかと思いますそしてビットコインはなかなか実体経済と絡んできませんけどもやっぱりビットコインは絶大なる信頼を持ってですね多くの方に支持されるんではなかろうかと思いますまあその中でねこれビットコイン個別に申し上げますと テスラの大量保有のビットコインテスラモーターズのねこちらの方がいよいよ損切りに入るのが今年じゃないかなと思いますでテスラ株っていうのは当時の4分の1ぐらいになってまして実はね暴落してるのと電気自動車あまり報じられてませんけども圧倒的に支持を失ってるんですよねですんで電気自動車をいろんな国がね国策として 2035年までにということで進めてらっしゃいますけども多分これ10年後を待つまでもなく頓んして別の方向にシフトするんじゃないかと思います特に私が考えているのはトヨタ自動車ですよねやっぱりトヨタ自動車の水素燃料とハイブリッドが結局は返り咲くと思いますねでこれについては日本政府がビビらずにトヨタ潰しの G7 包囲網をどのように破っていくのかによりますし、まあ、一部ところではドイツがですねやっぱり EV 車はまだこの現代には向かないとガソリン車だ水素だというふうに実はね、えー、トヨタの味方をしがちになってきてるわけなんですよね。まあ、そうういいっったたここともも込みでこういった部分も 変わっていいいくんじゃないかなかと思いますしまあ車のことはちょっとね今度暗号通貨とは関係なかったんですけどもあのブロックチェーンっていうところまでね掘り込んでいくと NFT の新しい流れが今年来年あたりに世界にまた巻き起こるんではなかろうかと思いますね。もちろん NFT のスキームについては大きく詐欺も増えてきますんで結局 ICO と同じようにね アルファベット3文字のやつって危なっかしいものばっかりなんですよね。ですので NFT もチャンスがある中でも慎重に事を進めるのともしかしたらまっとうにやっていても NFT そのものに世界的なマーケットのニーズがないということが分かるだけかもしれませんけどね。はい、ということで今年2023年の暗号通貨市場を占ってみましたけども皆さんはどのようにお感じでしょうか。まあ、これから購入して 利材を稼げるかっていうとうそれはもう暗号通貨ないと思いますのでこれはサイドサイド申し上げてますけどもビットコインが100万円を超えたあたりからもう仕込み時期はあらゆる通貨で終わっているということなんでね新規参入はうなかなかリスクの増える話になるんじゃないかなと思いますねはいじゃあ以上でございます今年もよろしくお願いします